皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。はい、今回やってくのはですね、なんと全状態異常無効化されましたヌボを使ってきます。全状態異常って言うんですけど、一個だけね例外があるんですよ。あのマーミーの高速からのダミーかね、あれは暗いよね多分ね、気のせいじゃなければ。あれも無効化してんのかな。マーミーに拘束されるよね。だから一応なんか、無効な状態異常一覧みたいなのが書かれた時に、まあ、特殊な効果でデビルの即死とか、あとなんかもう一個あったんだけど、マーミーのね、拘束のあれなかったんだよね。書かれてなかったんだよね。あれ、古代魔導士のカードが食らうんだっけ。ちょ、そこでもね、よくしっかり分かってないんですが、やっていきます。まあね、ヌボボね、まあ俺は好きなキャラなんだけど、まああんまね人気なかったんだよね、キャラとして。っていうのもまあ、キャラパワーがまあぶっ飛んでなかったからってのもあると思うんだけど、あんまり人気がなかったキャラ、ヌボボさん。実際ね、今ね、どれぐらいのパワーを持ってるのか、というわけでやっていきましょうか。さあ、ビトガで倒して、お強いね、さすが。抑えて、ブレイズでドン。いいね。クリアカードで。ここ遅くはできないけど、おお、なんか、勝手に参った。こうやられちゃったけど、まあいいんじゃないの？別に悪くないよね。こう、ビトが出してさ、ここで壁張ってあげれば、ワイラが殴るじゃん。おお、危ない。ずれてるわ。で、問題は、あの、チビブルだね。チビブルなんとかしなきゃいけないね、俺。どれぐらい？あんま削れてないな。ドラム流れたくないんだよね、俺、これ。だできればドラムを使わずになんとかしてあげたいんだけど、無理かな、それは。どうだろう。さあ、状態上向こうのヌボボさん切りますけど、状態上どうか関係ないね、この状況ね。これ無理じゃね？終わってね、これ。はいはいはい。いや、終わってんだけど、クソゲーだろ、これ。終わってる。だいぶ終わってる。どうしよう、これ。バトルバルーンを放置して、前に生き続ける以外選択肢がないのか？クリアカードで高速を入ってないが取って取ったけど、狩られて、まずこうキメラ行くじゃん。まあ、いろいろやんなきゃいけないことはあるんだけど、ひとまず、こうして、剣士ポチポチ間に合うかな、これ。間に合うと思うんだよね。はい。OK？はい、OK？OK？、OK？ OK？オッケーオッケーオッケー。はい、素晴らしい。ソロ大型は無効化。スルーして、勝利ですね。はい。干渉ちょっと無理かな。あ、てかそもそも時間的に負けないから、まあいいってよかったね。後半ね。はいはいはい。まあいいんじゃない？十分よくやったでしょ、これ。大砲の数完璧だし。ありがとうございました。まあ、ヌボボさんね、何できるキャラって、砦を取って味方ごと回復できる耐久値ちょっと高めの足キャラだよね。なんだけど、味方回復できるはずのキャラが、まあ、状態異常入って何もできなくなると。ちょっとなんか、噛み合ってないよねっていう、まあ、ところがあったからなのか、まあ、強化されると。まあ、ほぼ全状態異常無効化みたいな感じだね。初期代用怖いなぁ。大型入れ打ちに行く？ダメだな、でも。大型来い！ダメ！来たね。さてと。ヌボボね、流れちゃうの良くないんだよなぁ。流れだとね、簡単に処理されちゃって、トレード取るだけで仕事終わっちゃうし、じゃあもし逆に相手にトレード取られたらどうなるんって話で、もう何もできずに終わっちゃうから、バサカで行こうか。バサカ流れるときね、取った後ね、なんか意味わかんないとこ流れてくれるから、相手からしてもかなり嫌がるはずなんだよね。マンドラー、これ来たよ、ヌボボの仕事。ヌボボのターン。はい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 。寝たとしても大丈夫。ダブルワイラシステム。あ、タンゴの裏付け来てんだよな、俺これ。動くな動くな動くな。お前はこれ倒されるんだ。オッケー、素晴らしい。いいね。いいんじゃない？で、そらキャラね。でも、状態異常無効なんでしょ？ってことは、これ、ヌボボだけで変われるんじゃないの？ホワイラで、削って、ホワイラで、服を倒して、素晴らしすぎる。マジか。で、キャラを置いたら、あ、置かない、置けない。もしキャラ置いたとしても、ヌボボが回復してくれると。で、これ、マントラが余ってんだよね。はい、切断していく。切断だろ。
こんな絶妙のタイミングがあるか。いや、わかんないけどね。わかんないよ。もしかしたらたまたまかもしれんから、本当にわかんないんだけど、すごいタイミングだね。というわけで、完勝と。まあ、この試合で、ね、マタンゴもいたから、問題ないんだけど、マンドラに対してね、ネボコってスクリーム無効なんですよ。で、当たるダメージ多くて受けるダメージ減少かながあるので、まあ、負けないよと。まあ、ソロはね、あんまね、マンダ出てこないんで関係ないんですけどね。ありがとうございました。てか、今の試合、ネボコめっちゃ良かったね。袋で止められてるやつ、あれ、バサカとか切ってると、寝かされて、裏技検証が倒されちゃったりとか。するんだけど、で、倒されたらワイル殴られるし、でも、ヌボ、睡眠無効だから、やれちゃうんだよね。下も突破するし、圧力もあるし、行きましょうか。でですね、名前を変えました。名前をね、アニしました。全然ね、好意なので、ありがたいんですけど、カラトロめっちゃもらえるんですよね。で、まあ、もらえるのもありがたいんですけど、ただ、そう、動画をね、撮ろうってなってる時に、やっぱ、カラトロで連発でいただいちゃうと、動画が撮れなくなっちゃうんですよね。あ、そう、だから、カルトロすんなとかそういうわけじゃなくて、名前変えて、それを回避すれば、まあ、ね、問題ないでしょ、と。いうわけで、名前変えてきました。さあ、ヌボボ使っていこうか。まあ、大砲等かな。ここで撃って、ヌボボもう一体、もう一体いっちゃおう。もう一体いって、一気に攻めちゃうわ。攻めちゃいます。あー、それ来ちゃうんか。結構削られるし、やべえのいるなぁ。でも、シャーク3体仕込んじゃおうかな。ガガ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 ガで、まだメリウサいるんだけど、もし固められても、一応ヌボいるよと思って、ヌボ先に来ちゃったけど、先に来るのは早かったな。よし、ちょ、よくないね。もうヌボいなくなっちゃった。よくないわ。ここでチビピクいったらさ、これ止まるじゃん、この位置。こいつの位置。で、迷ってここで切って、これ止めて、ズドン、倒して、キメラが無双していると。で、キメラ降りてきてくれて、惜しいね、ヌボ、タイマン勝つわだけど、まあさすがに、条件しかでかいから無理か。スキル発動次第では勝てると思うんだけどね。ああ、全部、重原子のとこ行っちゃった。な、ヌボボを使い切るぐらい重宝した、今。もうちょっと流したいな。これ食らっちゃうな、ベビーの削れ。ああ、食らない。オッケー、いいよ。これでベビー終わりだね。ここ流して、キメラに勝ってもらって、はい。完勝ですね。ありがとうございました。いや、この石化とかね、出てきてもね、ヌボボいればまあ安心だよねって思えるのがめちゃめちゃいいところ。はい、というわけでね、最後の試合だけ、すいません、なんかいい感じのね、面白い試合が撮れたんで、リプレイでやっていきます。というのもね、ちょっとね、最後の試合途中で画面止まっちゃったんで、途中の半分ちょいぐらいかな。そう、なので、ボツにしようかと思ったんだけど、リアルタイムの方にしたいからって言って。まあでもね、まあ面白いからいいかと思って持ってきました。ってことで実況していきましょう。あ、別に俺後付けチェック嫌いじゃないからね。面白い実況できるし、面白いシーン見れるし。というわけでね、開幕第2ヌボ2体行って第3も狙えたらいいなって感じで、第1に裏技剣士さんも流れてもらいましょうって感じで。で、大砲いつ撃つかなって感じで、まあね、このね、タイミングで撃ちましたと。シャーク出てきたんで、こう、ビトガの無敵時間でシャーク耐えますね。で、変えるだけだったら取ろうと思ったんですけど、ヌボボもいたんで、まあ取れないんでシャーなしと。で、ケットシーで援護して、倒して、これビトガ超強いですね、このエリア。マジで強い。こういう時のビトがバケモンに強いんで。で、倒して、で、ここでシャークいるんで、キメガもいるんで、同時にキメラ切るんですよね。2枚抜けしてくれよと。切るんですけど、まあ、シャークが確かに残っていて2回かじられたとはいえ、スキルを食らってないのにかかわらず、キメガに負ける。やばすぎ。で、後ろはイリュージョンで止めると。で、ワオを押したんで、ネボボでこのミリを倒してですね。これね、流れてくるタイプのこのカエルとかね、こういうキャラ結構ケットし有効なんですよね。で、カエルの前壁あって、やっぱ耐久値がね、なかなかいい。耐えてくれる。サタンが闇玉打って、こうまとめて処理してくれて。これね、こっからね、こ止まってるかな。こ止まったね、確か渦潮避けできない、理解できないんだよね。遅くて。できてないと。で、ケットシー後ろに任せますよと。この前闇とかに任せますよと。いった感じ。で、飛ばされちゃ、飛んじゃったんで、まあ、ケットシーもう一回切って後ろは見ますと。だこう倒してくれたんだけど、まあ、回されるので、おー、マリオネットを見せてるね。
前切ってあげてヌボボで圧かけて、これもう相手魔法しか残ってないんで、このマリオネットを止められないんですよ。ヌボボの前にキャラを置いちゃうと魔法に飛ぶから置けないっていうね。で後ろもしっかりマリオネットを倒して、またマリオネット流すだけでもうこの魔法使いね何もできないんで勝利ですね。もう強烈なアンチな、強烈なアンチなんでね。というわけで鑑賞ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。まあ面白かったシーンは睡眠向こうが生きた2戦目だったかな、フクロウに対してのヌボボ、あのシーンは面白かったね。あ、なるほどなって感じ。あとね、あんま出てこないと思うんだけど、例えばゾンビが出てきた時にヌボボがいれば壁張れるんだよっていうのをね覚えておくといいかもしれないねって感じかな。まあでもそれぐらいかな。まあ正直使用感変わるのかって言われるとどうなのか何とも言えないんだけど、まあ補欠じゃなくてもいいかもしれないとは思ってる。そもそも別にスペックめちゃめちゃ低いって感じではなかったんだけど、まあこのキャラで何かを倒すことはできないから、スライムに近いよねやってること。そう、なんかちょっとした壁なのかみたいな、サポートより足キャラみたいな、火力はないよって感じ。うん、まあまあまあ悪くはない。だってニコスで5体いるし、使いやすいし、使いやすいっていうところはまあ評価される。まあ状態異常が今後もし増えたりとかしたら、もう本当に必須級に優先枠になるかもしれないけど、まあ現在の環境は別に状態異常そんな多くないんで、まあ単語に有効なのは偉いんだけどね。しかも毒無効ってことはおそらく裏技も効かないと思うんで、そこら辺は偉いんだけど、まあ枠外で運用かなといった感じかな、個人的には。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。